はいどうもバンクシーです。今日もですねアマングツリーズ前回からの続きですねやっていきたいと思います。でね前回の動画を自分でね作った後にいつもチェックするんですけどした時に気づいたことが重大なミスをね一つしてしまったんですよ。これ見てもらえばわかるんですけどバックパック16スロットあるバックパックを実はもう取っております。前回の動画でねこのバックパック撮ったんだけどそれを動画に入れていなかったんですよね。ほんとすいません。一番ね入れたかった部分が入ってなかったというミスを犯したという報告です。で今日はねアマングツリーズ最後になります。とりあえず、できるコンテンツは今日でね全部完了する予定です。それでね今日やりたいのは服をね作りに行きたいんですよね。服を作りに行きたいというか服を作りたいんですよね。これね、でね今ねあの動画外でね素材を集めてましてあのガマキャットテールは前回の動画で撮ったかなと思うんですけどビーズワックスがね今6個ぐらいあるのかな。これがあと2つ足らない。で苔とこの皮膚ね魚のスキンこれはあるのであとビーズワックスが2つあればでこのフェザーラーチアウトフィットこれがね完成するのでそれを着込んでね見てください。これカモフラージュが半分ぐらいまでメモリ来てんじゃないですか。これでねクマのとこ行ってやろうかなと思ってるんですよ。で寒さ耐性も結構あるし夜どこまで耐えられるのかっていうのもちょっと見てみたい。でスタミナは今のがあるんだけどスピードがかなり速いんだよね。これをね作りたい。だからあとねビーズワックス2つこれがあればいける。それで動画外で前回というか前々回か枯らしてしまった株をね、あもう株できたな。株できたできた。で大根もできた。そうあのね結構ちゃんとね動画外で育てておりましてちゃんとできたね。でねこれ種を落とすんだね。何個かに1個こんな感じでこれ株の種。で株これだ。株はこの畑というか自家菜園でしかできないんで株ちょっと料理してみましょうか。初めて。あすごい体温がすごい体温がすごいな。ちょっと待って、あれこっちの大根は、あ大根は満腹度2個で満腹度いっぱいになるけど株はすごいな。あー2個で体温3個使えば完全か。体温と腹の足しがすごい。体力も結構回復する。結構有能なのかなこれは。あーできた。時間かかるなこれは。スティック何本使ったよ。見た目が変わんないから分かんないんだよね。あこれで分かるか。はいはいはい。あやっぱこれすごいな。株のやつはちょっと時間かかるけどすごい有能だわ。神秘的な森での生活も1ヶ月経とうとしております。じゃあ行こうか。セーブをしてビーズワックスあと2つ探しに行きます。それでねマップの方もだいぶ見て回ったんですけどまあこの上の方行ってみようか。せっかくだから夜までに帰ってこれればねいいんで。よしじゃあ方位磁石持って行きましょう。まあ上の方行くけどビーズワックス2つ見つかった時点で1回戻ってきて服作りましょうよ。なんつったっけ、フェザーラーチアウトフィットだっけな。でスティックがあればスティックはちょっと取っていきたいかな。前回終わってからちょっと動画外でいろいろと資材集めをしてたんだけどこういうのも持っていこうか。新品あったスティック結構ねネジとかあの辺の部品関係もね結構もう集めているので、で16あるんでねスロットがまあその辺はね結構持って帰れるからありがたい。なかなかねこれ物を探してる時って欲しいものがなかなか出てこないんですよね。これ食べちゃおうか。なるべくねこの飯使わないでこの辺生で食べられるものはね食べていく。それでね結構お腹
の隙はね、まかなえたりするんで、これ物取っちゃうとね、方位磁石をね、しまっちゃうんですよね。だから一回一回方位磁石出さなきゃいけない。まあそんなに手間じゃないんだけど。あった、よし、オッケー。クマ大丈夫かな。よし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 、ほい、よし、これで8個集まるぞ。ちょっと大回りしながら、避けながら、どこだっけ。よーし、集まった。じゃあ戻りましょう。1回これでやっと作れるわ。いやー、長かった。1時間ぐらい探してたかな。うん、着いた。じゃあお家帰ってこれたんで、早速ね、作りましょうか。うん、ちょっといらないもん一回置いてしまって、じゃない、チコリーも置いて、でビーズワックス8個で、ガマが4つ、これが3つだ。コケ4つに、魚の皮膚、これ、よし、これでできるわ。じゃあ作りましょうか。これね、フェザーラーチアウトフィット。じゃあ作ります。うん、こういうね、ちゃんと包まれて包まれてくるから。で、装備しましょう。これだね。よし、来た。じゃあこれを着たところで行きますか、クマのところに。で、あそこにある物資を全部取ることができるのかどうかそれは無理か、さすがに。こっちだよな、こっちだよね。さあ、どんぐらいカモフラできてるか。どこにいる？よし、ここはとりあえず大丈夫だからね。クマの姿が見えん。あ、いた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 。これ、ちょっと出てみようか。やばいやばい、ダメじゃん、全然。もしかしたら低い草でもいけるってことかな。低い草、こういう草でもいけるってこと？こういう草。いや、全然違うな。全然カモフラできてねえな。なんだこれは、何が能力として備わっているんだい。わからん。丸がついてても気づかれづらいってことかな。来た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 。どうなんだろう。これ出るのもちょっと怖いしね。やばいやばい。あ、大丈夫じゃない？これこっち来たらやっぱやばいよね。あ、結構大丈夫。結構大丈夫かな。これ取れるかな。もう別にね、ブループリントとかないんで、これでちょっと一回出てみて、こっち来た時にちょっと気づくでしょ。で、あー、やっぱそうだ、これ見つかるよね。大丈夫、すごっ。ここで止まってる、気づきが。見つかった。いって、やばい、死ぬこれ。メディキット、メディキット、あぶね。あ、でも確かに気づかれづらくはなっている。いたいた、来た来た。さあ、絶対近寄ってくるなこいつな。
大丈夫。こんな感じで行くのか。こうやって取っていくんだね、物資を。このプランクとか、よいしょ。こうやってちょっと取りながら、隠れながら。匂いで気づかれそうな気もするけどね。大丈夫大丈夫。うん、こっち来たらやばいね。来た来た、絶対来るよな、近くにな。これちょっと開けてみようか。いけるか。よし、おい、よし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 。あ、向こう行った。来た来た。こんな感じで取っていくんだな。じゃあ最後にですね、デコレーションで家をですねちょっと彩って、それでこのゲームアマングツリーの方をね終了したいと思います。デコレーション、まずね、この壁掛けなんだかわかんない、あのベア&フィッシュ、これをね、うん、一個作りましょう。よし、オッケー。あー、これだ、可愛らしいな。もう一個、今度このじゃあこのプラントをちょっと作ってみましょう。あ、可愛らしい、この色の違ったプラント、これもちょっと作ってみようかな。あ、いいね。あ、こういうとこにか。はい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 、こういうとこに置けるんだ。どうしよう、どこにしよう。この辺は入ってすぐのとちょっと暗いか。暗いけど、でも入ってすぐの場所がいいな。ここいいね、ベッドの横。ちょっとやってみましょうか。よいしょ。ああ、置けた置けた。こんな感じだ。明かりがあればなおさらいいけどね。で、プラントもね、ちょっとやってみようか。プラントね、ちょっとここ、窓際、あ、こんな感じだ。置ける場所がだいたい決まってんだら、どこでもいいわけでもないんだけど、こういうとこも置けんだ。ちょっと窓際に置こうかな。この辺。ああ、いいね。いいね。で、このプラント、これも、ちょっと装備しておいて、どうしよう。ここのテーブルの上とか置けんのかな？あ、ここは無理なんだ。やっぱここなんだ。この辺置いとこうか。向きも変えられる。ああ、こういう風に回せるんだ。こっち向きがいいかな？あ、いいね。ああ、可愛らしいじゃん。ちょっと他のも作りましょうか。じゃあこれ、多分壁付けだよね。これと、ああ、いいね。あ、違うな。上に置く感じか。この袋も作ってみようか。袋結構いい素材使うじゃんか、これ。スティックとプラ、ああ、可愛らしい。もう一個。じゃあこのプラント作ってみようかな。結構素材を無駄に使っちゃってっから、うん、あともう一個置けんな。どうしよう。これは何だろう。これもあれかな、壁付けのあれかな。よし、ここは、あ、ここ置ける。ここに置いとこうかな。じゃあ、よし、うん、いいね。やっぱり言っても上暗いからな。上はいっか。下を、この明るい場所をちょっと彩りたいね。なるほど。この部屋は、あ、ここか。ここにしようかな。袋。ここに置きましょう。この辺。はい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 。こんな感じだ。で、これだね。壁付けのやつ。どの辺がいいんだろう。難しいよね。大きさ的にも結構。ここはいいか。ここにしましょう。よし。ああ、いいね。だいぶ彩られたんじゃない？
あともう一個作ってない、なんかあったっけ。あ、これがあったわ。これをまだあれしてなかった。よし、ここにしようかな。ここに置こうか。よいしょ。おー、いいね。だいぶ、ちょっとあれかな、これ外せんの。あ、外せる。もうちょいこっちとかに置こうか。こっちに置けるのかどうか。ここ無理なんだ。ここいけそうだな。あ、ここいける。ここに置きましょうか。よし。あ、いいね。こんな感じでデコレーション置いてみました。どこにでも置けるっていうわけではないんだけど、この床とかにもね置けたんだけど、今回はとりあえずこういう窓際に、やっぱ光があった方がいいんでね、プラントは置いてみました。よっしゃー、こんな感じか。外からもちゃんと見えますね、一応プラント置いたのとか。あ、ちゃんと見えるんだ。こっから、あ、フクロウの置物とかちゃんと見えますね。それではね、ちょっとね、もう夜なってきてしまうと思うので、この辺でね終了したいと思います。アマングツリー、短いシリーズでしたけども、今回でね一旦最終回という形にさせていただこうと思います。コンテンツはね多分全てやりきったと思います。マップも結構見て回ったんですけど、だいたいこのぐらいの大きさだと思います。うん、特にね周りは今のところ何にもない状態ですね。この後どういう風に変わってくるのかとかはちょっとわからないんですけども、またね、アップデート来たら確認も含めてできればいいなと思っております。その時はですね、ぜひまた見に来ていただければと思います。うん、短いシリーズとなりましたけどもね、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次のゲームタイトル、何をやるかまだわからないんですけども、ぜひねそちらの方も見ていただければなと思います。アマングツリーズ、今回でおしまいとしたいと思います。それでは。